ベネツヤは、イタリア共和国北東部に位置する都市で、その周辺地域を含む、人口、約26万人の基礎自治体ベネト州の州都、ベネツヤ県の県都である。部の表記により、ベネツヤアと表記されることもある。中世には、ベネツヤ共和国の首都として栄えた都市で、アドリア海の女王、水の都などの別名を持つ。英語では、ベニスと呼ばれ、 これに由来して日本語でもベニス、ベニスと呼ばれることもある。漢字表記は、もちからみきや、もちからみまつりや、もちどうちゃ。古来は、ラテン語で、ウェネティ人の土地を意味し、ウェネティ人が住んでいた、アドリア海の奥に広がる土地を、ウェネティアと呼んだことにちなむ。この綴りを、イタリアでのラテン語の読み方に従うと、ベネツィアとなる。英語で、ベニス、フランス語で、ブニーズ。 ドイツ語で、ベネーディヒと呼ばれる。ベネツヤ方言では、古語は、ベネクシア、現代語では、バネシャと表記され、ベネシアとベネスヤの中間に近い音で、発音される。日本語の表記では、イタリア語由来のベネツヤをはじめ、ベネツア、ベネツア、ベネツヤなどもある。英語由来では、ベニス、ベニスなどがある。都市としてのベネツヤは、ベネタ型紙の島に築かれている。 自治体としてのベネツヤア市は、ベネタカタの島々や、メストレなどの本土側の地域に含んでおり、面積は4 1 2 5 4 k ルに及ぶ。地域に含まれる島として、本島のすぐ南には、サンジョルジョマジョーレ島やジュデッカ島、さらに南に下ると、映画、ベニスにシスで有名なリード島がある。また、本島のすぐ北には、墓地となっているサンミケーレ島、 さらに北には、ベネツヤングラスで有名なムラーの島、レース網産業の地であるブラーの島、そして、最も古い時代に栄えたトルチェロ島がある。ベネタカタ内の島々の位置関係隣接コムーネ、隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の TB は、トレビー族権所属を示す。都市としてのベネツヤは、アドリア海の最深部。 ベネツヤ湾にできた方、ラグーナの上に築かれた、運河が縦横に走る、水の都である。ベネツヤ本島は大きな魚のような形をしており、本島全体が小さな島々からできている。その真ん中を、全長約3キロに及ぶ逆 S 字型の、カナルグランデが、ベネツヤの北西から南東へ、市街を2つに分けながら湾曲して流れる。鉄道路線移動と手を走る車道が、 島々と本土を結び、ラグーナの外側の長いサスや、海岸の防波堤がこの町を、海から守っている。150を超える運河が177の島々を分け、運河には400に及ぶ橋が架かる。また、市街地と南端のジュデッカ島の間には幅約400メートルの、ジュデッカ運河がある。地上では、迷路のように狭くて曲がりくねった路地や通りに、自動車は、入れず、 橋も歩行者専用である。何世紀もの間市内の輸送を担ったのは、ゴンドラと呼ばれる手漕ぎボートであった。今は、水上バスやフェリーが市民や貨物を運んでいるが、ゴンドラも観光に利用されている。ベネツィアは、ロックを意味するセスティエレからなり、ドルソドゥロ、サンタ・クローチェ、サン・ポーロ、サン・マルコ、カンナレージョ、カステッロの6つの地区に分かれている。 かつては会場に浮かぶことであったが、オーストリア帝国地政下の1846年に、イタリア本土との間に鉄道が敷かれ、後に自動車用道路のリベルタ橋も架けられ、イタリア本土との往来は容易である。ただし、ベネツィア本島内は自動車での移動は不可能であり、自転車の使用も禁止されていると呼ばれる広場では、子供用自転車の乗り回しは固め、車は リベルタ橋を渡って、すぐのところにある、ローマ広場の駐車場に置いて、島内を徒歩か船舶で移動することになる。車が入れず、一方で運河が発達していることもあり、主な交通機関は、必然的に船になる。水上タクシー、水上バス、渡し船などが運河を用いて、頻繁に運行されている。なお、ゴンドラと呼ばれる手漕ぎの船が、ベネツィアでは有名だが、 現在では一部の渡し船を除き観光用途で運行されている。交通に運河を用いた水上交通が頻繁に用いられることから運河に面した玄関を持つ建物も多い。また警察や消防、救急輸送も車に代わり、船舶を用いてその業務を行っている。2007年の高潮で水没したサンマルコ広場現代のベネツヤは た地域への人口流出、水害や地盤沈下、大気や水の汚染、建造物の老朽化など多くの問題に直面している。1966年の大水害の後には、歴史的な町を守るための国際的な運動がユネスコの首相で組織された。大潮、低気圧、そしてアドリア海の東南から吹く風、白っこの三つの要因が重なると、 アックアルタと呼ばれる異常潮位を起こす高潮がベネツィア湾で起こる。この時、ベネツィアの街中まで水が入り込み、特に一番低いサンマルコ広場は水没する。過去に北の対岸の本土マルゲーラー地区で工業用の地下水の組み上げが行われたことにより地盤沈下が起こり、アックアアルタによる浸水の水位が1メートル以上になったこともある。 建造物の沈下は地下の耐水層の流出が原因とされるため地下水使用の制限やアルプスからの水道の導入などで対処している。さらに今後の地球温暖化によって海面上昇が加速されることとなれば将来ベネツィアの街全体がアドリア海に水没してしまうことが懸念されている。ビルの基礎干潟に建物を建てるため大量の丸太の杭を打ち込みそれを 建物の基礎とした。そのため、ベネツィアを逆さまにすると森ができると言われている。こうした海底のデーガンまで達するように埋められた、丸太の林の上に、海水の波にも強い、イストリアの石を敷いて土台とし、その上に比較的軽いレンガを漆喰で固めた壁と、板の床を使って、3から4階までに限って、ビルを建てているため、建物は傾くが意外に。 南高造でイタリアに多い地震でもベネツィアのビルは倒壊したことはない。しかし近年地盤の沈下とともに海水の波が基礎の上のレンガの部分を侵食し始めており多くのビルが危ない状態になってきた。問題の解決への努力水没を防ぐためにアドリア海との間の3カ所に 可動式の3メートルの高さの防潮堤を設ける、モセプロジェクトが提案されている。環境やベネツィアの方に与える影響が懸念されるため、市長や多くのベネツィア市民の反対もあったが、イタリア政府は2003年から、この工事を着手している。度重なる、予算超過、完成延期はあったものの、現在のところ2022年に完成予定。また、 パドバ大学などによる地下水注入方法による地盤のかさ上げも試験に入っている。2019年11月13日、1966年の高潮に匹敵する高潮に襲われ、市は未有の被害を被り、市長は猛瀬計画を継続することを市民に約束し、イタリア政府も計画の完成を加速することを発表した。 ベネツィア共和国の領土の変遷ベネツィアの土地は大陸からの川の流れに乗ってくる土砂、そしてアドリア海の波と風の力によって作られた湿地帯である。古代ベネツィア周辺の地域にはウェネティビトが住んでいた。伝説ではアクイレア、パドバなどの北イタリアの都市の住民が5世紀のフン族やランゴバルド人のイタリア信仰からの この湿地帯へと避難してくることから452年にベネツィアの歴史が始まる。この時避難してきた先が現在のトルチェロ島である。足場が悪い湿地帯のため侵入者は追ってくることができず避難した人々はここに暮らし続けるようになる。干潟に住むメリットを保つため干潟を荒らしたり干拓したものを極刑にするという法を作る。普段は 船が通れる道を杭で示していたが非常時には、その杭を抜くなど、干潟を守り、かつ有効に利用していた。彼らは12の主な島からの御民間たちを中心とした政府を組織し、アドリア海沿岸地域はもともと東ローマ帝国の支配下にあるため、名目上は東ローマ帝国に属したが、実質的には自治権を持っていた。697年。 ベネツィア人は、初代総督を選出して、独自の共和制統治を始めた。これが、ベネツィア共和国の始まりである。続く一世紀間は、政府内部の不和のため、不安定な政治が続いたが、外敵の脅威に対して結束し、836年には、イスラムの侵略を、900年には、マジャールの侵略を撃退した。十世紀後半からは、 イスラム諸国と商業条約を結んだが、これはムスリムと戦うよりも貿易をしようというベネツィア人の現実的な政策によるものである。9世紀初め、フランク王国がベネツィアを支配下に置こうとして軍を派遣したため、トルチェロにいた人々はさらなる避難を余儀なくされ、現在のベネツィア本島へと移り住むことになった。この時にたどり着いたのが今の リアルト地区である。810年に東ローマ帝国、フランク王国間で結ばれた条約で、ベネツィアは東ローマ帝国に属するが、フランク王国との交易権も持つこととなり、貿易都市への布石が置かれた。この頃、ヨーロッパ各国では、その国の存在をアピールする目的でその国の守護聖人を求める風潮にあった。ベネツィアも、 同様に守護聖人を求めていたところ、福音書著者聖マルコの遺骸が、エジプトのアレクサンドリアにあり、ムスリムに奪われる恐れがあることを聞きつけ、828年、それを奪い取り、ベネツィアに運んだ。この時よりベネツィアは、聖マルコを守護聖人とすることになった。10世紀後半からは、イスラム諸国とも商業条約を結び交易を拡大した。さらに、 アドリア海沿岸への支配地域の拡大に努めていった。ジェノバ共和国などの同じイタリアの貿易都市とは違い、都市の周辺海域が大国、東ローマ帝国の世界圏内にあったために、イスラム勢力による海上からの直接的脅威を感じることが少なかったことも、イスラム諸国との関係を積極的に進める要因となった。11世紀。 弱体化した東ローマ帝国の要請で、アドリア海沿岸の海上防衛を担うことになり、その代償として、東ローマ帝国内での貿易特権を得た。交渉モ門ポルタマグナ1104年に交渉が作られ軍船の修理を始めた。1320年には、軍船や大型商船の造船所となり、最大1万6000人が従事し、船のロープ、 ほげたなどを個別に生産し、一貫作業でついたち一石の造船能力があった。1370年代以降は銃器も生産され、16世紀には世界における造船、兵器製造の一大拠点となった。1797年のナポレオン支配終了まで繁栄が続いた。1593年にはガリレオ・ガリレーが技術顧問についている。 1204年、第4回十字軍と共に、ベネツィア艦隊は、東ローマ帝国首都のコンスタンティノープルを攻略、援助への代償として、クレタ島などの海外領土を得て、当地中海最強の海軍国家となり、アドリア海沿岸の講使の多くが、ベネツィアの影響下に置かれた。ベネツィア共和国は、東ローマ帝国分割で莫大な利益を獲得し、 政治的にも地中海地域でヨーロッパ最大の勢力を誇るようになった。当地中海から黒海にかけての海域が、いわばイタリア商人の海とも言うべき状況になったことは、同じ13世紀にベネツィアのマルコポーロが黒海北岸から中央アジアを経て元へ向かうことを容易にさせた。富裕な貴族たちは、政治の支配権の獲得を企て、13世紀末、 ゴロには、加藤政治が行われるようになった。13から14世紀には、商業上の宿敵であるジェノバとの戦いが続いた。1378から81年の戦いで、ジェノバは、ベネツィアの優位を認めた。その後も侵略戦争で、周辺地域に領土を獲得したベネツィアは、15世紀後半には、キリスト教世界でも、屈指の海軍力を持つ。 都市国家となった。15世紀半ばのオスマン帝国の進出により、ベネツィアの海外領土が少しずつ奪われていき、最盛期は終わりを告げた。1538年におけるプレベザの海戦で、オスマン帝国は地中海の正海権をほぼ抑え、さらにベネツィアにとっての圧力となった。その上、大砲の登場により干潟に住むメリットがなくなってしまった。 その後の諸外国の侵略や他のイタリア都市の攻撃でベネツィアの力は弱まった。また、1497から98年にポルトガルの航海者バスコダガマが希望峰を回るインド航路を発見したため貿易の対象がアジアに移りアメリカ大陸が発見され時は大航海時代へセンルともに貿易の舞台はアドリア海から 大西洋や太平洋に移り、ベネツィアの貿易に対する影響力は低下、衰退は加速された。これに対してベネツィアは、ガラスやレースなどの工芸品を作ることで対処した。1508年、ベネツィアに対抗して神聖ローマ帝国、教皇、フランス、スペインは、同盟を結び、ベネツィア領土内にある財産を募集した。1516年、 ベネツィアは巧妙な外交で、イタリアでの支配権を取り戻したが、海洋国家としての地位は回復できなかった。1797年、ベネツィア共和国はナポレオン・ボナパルトに侵略され、ついに崩壊した。カンポ・フォルミオ条約により、ナポレオンはその領土をオーストリアに引き渡した。オーストリアは1805年に、フランスが支配するイタリア王国に譲ったが、 1814年には、脱会。オーストリアは、港湾都市として、ベネツィアよりトリエステを重視したため、ベネツィア経済は衰退した。その翌年、ベネツィアとロンバルディアは、ロンバルド・ベネト王国を作った。ベネツィア人は、イタリアの政治家ダニエーレ・マニンの指導の下で、1848年に、オーストリア支配に対する反乱を起こし、ベネト共和国を建国した。 しかし、その翌年に、オーストリアの攻撃により降伏した。1866年に、広島戦争が始まると、イタリア王国はこれを、第三次イタリア統一戦争として、オーストリアに戦戦布告し、この結果ベネツィアとベネト地方は、イタリア王国に編入された。1987年、世界遺産に、ベネツィアとその方として登録された。 マルコ・ポーロ国際空港、バシリカのあるサン・マルコ広場カナレット左から順に、首脳、造兵局、ドゥカーレ宮殿サンタ、マリアデラ・サルーテ堂さん、ジョルジョ・マジチョーレ大運河を行く、ゴンドラ・ゴンドラ2019年5月、市議会は日本でいう観光公害対策の一環として、公助領族を維持するための条例を可決、施行した。条例では、 特定の場所における戸外での飲食、噴水での水浴び、公共の場で上半身裸になることなどを禁じており、同年7月には野外でコーヒーをドリップしていたドイツ人観光客二人に罰金刑が科せられ、市外への退去が勧告されている。ベネツィアカーニバルフェニーチェ劇場ボガロンが世界的にその名が知れ渡っているため、運河が張り巡らされている水の都に対し、 〇〇のベネツヤと異名が付けられている。などなどまたベネズエラの国名は、現地を訪れたアメリゴベスプッチラが、マラカイボコハンの先住民の水上村落をベネツヤに、見立て、イタリア語で、小さなベネツヤという意味のベナゾーラと呼んだことに、由来するとの説が通説である。ありがとうございます。